イギリスブライトンのたぬきそばイギリスロンドンのたぬきうどん東日本の連和家店のたぬきそば大阪の立ち食いそば屋のそばぬきそば,たぬき,そばたぬきうどんは蕎麦やうどん料理の一種である。地方によって胡椒や調理法が異なる。ネギやナルト巻きなどを入れる場合もある。これを冷やしたものは冷やした抜きそば冷やした抜きうどんと呼ぶ。大正時代。 東京で揚げ玉を無料で出していたところ人気となり、東京では後に有料となったことから、地域差が生まれた。戦時中にはパーッと広がる様子から、爆弾とも呼ばれた。語源には、諸説ある。蕎麦や、うどんの、たぬきが表す料理は地方によって異なる料理を示す、こともあり、それぞれ異なる説もある。地方によって、名称や特徴が異なり、下記に記述する。 過去に北海道ではかき揚げを乗せたものをたぬきと称すると書かれた文献もあるが、昭和の時代から北海道でもたぬきそばは天かすを入れたそばであり、かき揚げを乗せたそばはかき揚げそばと称するのが一般的である。東日本においてたぬきは一般には揚げ玉を乗せたものを指し、たぬきそば、たぬきうどんは家計よりも価格は高く設定されていることが多い。蕎麦屋によっては、 揚げ玉を狸として売っているところがある。狸うどんは揚げ玉入りのうどんであるが、金沢市では京都と同じ狸うどんを出す店もある。京都では刻んだ油揚げの上からくずあんをかけたうどんを狸と呼ぶ。大阪で一般的に言われる狸とは異なるため、単に狸とだけ注文された場合には、店側がうどんのものかそばのものか念を押すことがあるとされる。 京風うどんを提供する全国丼ぶりチェーン店、中宇の天かす、揚げ玉入りうどんは、ハイカラうどんが、商品名。大阪では油揚げを乗せた、そばを、たぬきと呼ぶ。油揚げは甘辛く味付けしたものである。大阪周辺の立ち食いうどん店などでは、天かすは、無料で提供されていることがある。この地域では、ハイカラうどんという名で売り出している店もある。なお、ハイカラは、 いわゆる、きつねうどんの別称でもある。ありがとうございます。